Chichito puto sereno minani yotte. Amen. 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に。今日のミサの御子は、子マリア市川美智子様の永遠の安息のため、またご家族のためにこのミサを捧げます。皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は、思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。Make our prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Inorimasio. Zenno no kamio. Anata no yurusi wa kagiri naku. Sono awaremi wa subete ni oyobimasu. Anata o sagasi motomeru hito ni megumi o sosogi.永遠の喜びを与えてください。主キリストは生きて治めておられます。ゆゆとこしえに。アーメン。アモスの預言。その日、ベテルの祭司アマツヤはイスラエルの王ヤロブアムに人を遣わしていった。
イスラエルの家の真ん中でアモスがあなたに背きました。この国は彼のすべての言葉に耐えられません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で殺される。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、行け、ユダの国へ逃れ、そこで糧を得よ。そこで予言するがよい。だがベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖女、王国の神殿だから。アモスは答えてアマツヤに言った。私は預言者ではない、預言者の弟子でもない。私は家畜を飼い、イチジクグワを栽培するものだ。主は家畜の群れを追っているところから私を取り、行って我が民イスラエルに預言せよと言われた。今主の言葉を聞け。あなたはイスラエルに向かって預言するな。イサクの家に向かってたわごとを言うなと言う。それゆえ主はこう言われる。お前の妻は町の中で遊女となり、息子娘らは剣に倒れ、土地ははかり縄で分けられ、お前は汚れた土地で死ぬ。イスラエルは必ず捕らえられてその土地から連れ去られる。神の御言葉。キリストのうちによご自分に和解させ、わけの言葉を私たちに委ねられた。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音。主に栄光。その時イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰って来られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来いよ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた。ところが立法学者の中に、この男は神を冒涜していると思う者がいた。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。なぜ
心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されるというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、起き上がって床を担ぎ家に帰りなさいと言われた。その人は起き上がり家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美した。主の御言葉。キリストに賛美。今日はこの2022年6月最後の日、30日のミサで、イエス様の福音書の中で語られたことは、このマタイ福音書からは、イエス様の権威を持てるのは、病気の人、中部の人、今回は癒されると、罪を許すということは、ユダヤ人たちは、その罪を許すということは認められない。それは冒涜することです。でも、この神の子、イエス様は、その権威を持って知らせていることです。私たちもクリスト者としてカトリック教会でも、被責ということも、許しの遺跡、またイエスの力で、すべての祈り、また特にミサの中でイエス様がいらっしゃる、また表されるということは、私たちもある程度癒されることもあるではないでしょうか。今日、この6月の最後の日において、私たちのこの6月のいろんな出来事があって感謝しながら、イエス様と共に、そのイエスの力、いろんな人の病気、また臨時の人のために、永遠の安息のためにも捧げます。これを合わせて世界中の平和、またそれぞれの願いを合わせて、このミサを捧げますよ。アメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。万物の作り主である神よ、ふさわしい心で感謝の典礼を行うことができるよう、恵みを注いでください。私たちがこの遺跡によって清められ、御心にかなうものとなりますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって、賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。
あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を、憐れみにより主キリストを通して、あがなってくださいました。神の栄光をたたえ、権能を敬うすべての天使と共に、喜び祝い、私たちもこれに合わせて、慎んでたたえます。聖なる、聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天使に満つ、天には神にほさんな、主の名によって来られる方に賛美、天には神にほさんな。まことに聖なる神、すべての聖世の源である父よ、今聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエスキリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に、共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの司教、トマサクイナス・マイダ・マンヨト、ホサ司教、パオロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を、誠の愛で満たしてください。この世からあなたのもとに召された、マリア市川三つ子を心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれた者が、その復活にも結ばれますように。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。
慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主イエスキリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみよ私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみよ私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りましょう。奇跡を通して働かれる神よ、私たちに許すと癒しをお与えください。あなたの愛のうちに成長し、いつも御旨にかなうものとなりますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。マリア様取り付くによって、こう、マリア市川美智子様の栄誉の安息のために、
またご家族のために祈ります。アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の血で祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭儀を終わります。行きますよ、主の平和のうちに。神に感謝。